皆さんこんにちは、白石市長の山田雄一です。今日から第66回全日本こけしコンクールがスタートです。本日はオープニングアクトとして白石高校書道部の皆さんに素晴らしい作品を作成していただきました。この期間中コンクール内にこの素晴らしい作品を掲げておりますので、ぜひ白石高校書道部の皆さんの素晴らしい作品を会場にお越しいただいてゆっくりとご覧ください。それでは皆様のお越しをお待ちしてます。待ってます。